ハローマイホーム不動産業界のヒカキンこと大津社長です。私は昨年の12月までサラリーマンをしながら不動産投資をしておりましたが、不動産投資の経験を生かして今年から不動産投資家向けの不動産会社を経営しております。ぜひ不動産投資の物件を買いたい方、売りたい方、お待ちしております。ではそんな私が、まあ、インターネットでね、主にスーモとかアットホームとかホームズとか、いわゆるポータルサイトと言われるサイトで、まあ、どうやってね、いい物件を見つけるのか、まあ、買ったら儲かる物件の見つけ方っていうのを簡単に紹介したいかなというふうに思います。まずどのサイトがおすすめなのかっていうことなんですけども、まあ、例えば一般向けのポータル、先ほど言ったスーモ、アットホーム、ホームズといったサイトであったりとか、あとは不動産投資家向けのサイト、ラクマチ、ケンビア、まあ、こういった、まあ、5つぐらいのサイトがすごく有名なところですので、まあ、そういったサイトを探すっていうのが基本になってくるかなと思います。今回は、まあ、あくまでも一般向けのサイト、スーモとかホームズとかアットホームの中の探し方で、ラクマチ、ケンビアとかの見方っていうのはまた今度にしまして、今回は一般の方が見るようなポータルサイトでのいい物件、主に貸し屋ですね。古い戸建てを安く買って貸し出して利回り 15%、20% 取れる物件があったりしますので、まあ、そういうのが結構流行ってますので、どうやって古い戸建てで儲かる物件を見つけるのかっていうことを今回はテーマにして紹介していきたいかなというふうに思います。まずどのサイトがいいかっていうことなんですけども、まあ、結論から言うとスーモにしか載ってない物件、ホームズにしか載ってない物件があることはありますので、一番正しいのは全部見ることですよね。全部くまなく見るってことが正しいんですが、3つもあるとなかなか見るのも結構めんどくさいじゃないですか。でもしね、1個しか見ないんだったら多分アットホームがいいんじゃないかなというふうに思ってます。シェアで言うとスーモが一番シェアが高く、シェアの半分以上が多分スーモが一番見てる人多いんじゃないかなというふうに思ってます。そんな中アットホームって下の方なのかなというふうに思ってはいるんですけども、なんでアットホームがいいのかなと思いますと、安い物件に関しては掲載料が安いのでアットホームにしか結構載せなかったりするケースっていうのは結構往々にしてあります。なのでアットホームが安い物件を探すっていう意味ではありなんじゃないかなというふうに思ってたりします。ではね、今回はアットホームを事例に、スーモ、ホームズでも変わらないと思うんですが、まあ、どうやって探すのか、どうやって古い子だっていい物件を探すのかっていうことを紹介していきたいかなと思います。また、まあ、今回の探し方といいますのは、まあ、古い戸建ての探し方とか見方なんですけども、まあ、新しい物件でもマイホーム探される方やアパートを探す時にも共通するところがかなり多いと思いますので、ぜひ参考になればいいかなというふうに思います。では実際にアットホームの画面、そこで紹介したいかなと思います。今回ね、本当は企業案件でこういう案件欲しいなと思ってますので、ぜひね、ポータルサイトの方お仕事ください。お願いします。今アットホームの画面表示されていると思います。この中からね、どうやって検索するのか簡単に教えたいなと思います。まずね、戸建て同士する場合ってなると、多分中古の戸建てで探す方が多いかなっていうふうに思います。当然中古の戸建てを探すんですけども、それだけではダメです。でどうしてダメかと言いますと、土地で探すって方法もあります。どういうことかと言いますと、フリア付き土地っていうものがございます。でフリア付き土地というのは、建物がボロいからもう土地として買いたい前提でどうぞっていう物件がありますので、土地の方で検索するっていう方法と中古戸建てで検索する方法、両方で見られたらいいんじゃないかなというふうに思います。また買う者の方に投資物件専門のやつ、まあ、リゾート物件はあんまり良くないと思うんですけども、観光庁物件って言いますのは、いわゆる購買物件って言われるやつで、まあ、市町村の寮とか、前だったら警察の寮とか売りに出てましたかね、結構良かったです。そういった掘り出し物が結構あったりしますので、特に観光庁物件が結構狙い目の可能性が高いかなと思いますので、収益投資物件でことにも関しても、まあ、中には、ね、いいやつが混じってますので、まあ、ぜひ見たらいいんじゃないかなと思います。だから中古住宅と土地と収益物件と観光庁物件、ここら辺はチェックすべきなのかなというふうに思ってます。では実際に検索してみて、どこを見るのか、何を聞くべきなのか、どういったことを私が注意しているのかってことについて紹介したいかなというふうに思います。ではね、検索してみたいと思います。で、大津に住んでますので、大津の戸建てということで検索させていただきたいかなというふうに思います。で、この中で注意することは、まずは、まあ、僕は安い順にソートすることができますので、安い順にソートしてください。そうすると、ね、値段で順でバーっていう風に出てきます。で、この検索するときに、大事なのはいつ掲載されたかですよね。掲載されたばっかの物件っていうと結構掘り出し物があったりする可能性もありますし、掲載から1ヶ月2ヶ月とかもうだいぶ経ってる物件に関しては値段が下がる可能性があります。ですので、どれぐらいの時期に掲載されたかによって、
まあ、値段が安く交渉できそうかなであるとか、場合によっては新着物件でそのままの金額で買ってもいい情報がありますので、まあ、新着だったらもうすぐ買わなあかんなとか、そういったことを判断できるんじゃないかなというふうに思います。でその中で目星物件を探していくって形になります。でどういうのが目星物件なのかといいますと、まあ、これはもう感覚で大体まず分かるんですけど、まず住所と土地の面積であるとか画像が載ってると思いますので、物件が使えそうかな、直せそうかな、そういったところで目星いいものを探していくというふうになります。これは、まあ、結構ね動画で説明するの難しくて割と感覚的なもんです。これをね1ヶ月ぐらいずっとね毎日ねそういったサイトで探してれば、まあ、結構身につくもんじゃないかなというふうに思ってます。とりあえず探せというね、実際にね事例挙げて僕がじゃあその物件のいいなと思った物件に対して、まあ、家の近所の物件がねちょっと面白いのがあったんで、今パッとね360万の戸建てがちょっとありましたので、まあ、ちらっていうふうに見ていきたいかなというふうに思います。で詳しく本当は、ね、やりたいんですけど、 YouTube でやるとその不動産会社さんがクレーム入ったりして怒られるかもしれないんで、一応モザイクかけたいかなと思います。でここで価格であるとか、まあ、360万で間取りが 5DK で、ここちょっと築年数細かく書いちゃうとあれなんで、築大体40年ぐらいですね。でまあ建物面積土地面積ちょっと載せないでおきますけど、まあまあそこそこいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはその場所ですね、駅から徒歩何分とかというふうに書いてます。あとはバストイレとか設備とかいうふうに書いてます。そこをちょっと気をつけなきゃいけないのかなっていうふうに思うと、築年数とかと金額の割合ですよね。あ、築フルだったらこの金額かなっていうのを見といた方がいいのかなと思いますけど、あと土地の面積と場所ですね、大体このエリアだったら土地がいくらぐらい取引されてるっていうのがあると思います。そういうのを見て土地の値段より安い高いって判断はできるのかなっていうふうに思います。でこの物件に関しては割と安めで、まあ、土地の値段からすると割と安いんじゃないかなっていうふうに思います。ただじゃあ土地の値段より安いか高いかってことはどうやって判定するのかってことなんですけども、まあ路線価で検索したら分かりますので、それで調べるということと、であとはあれですね、土地の状態ですね。例えば同じエリアでもコンクリートブロックで土を固めた擁壁と言われる物件であったりであるとか、形がいびつだったりすると安く取引されますので、土地の形状であるとか、次新築するときに新築しやすいかとか、あとは土地の広さですね、新築の戸建てとして売ったときに適切な広さが、大津市だったら30坪40坪ぐらいが高く売れるゾーンですので、まあ、それぐらいの土地の広さが望ましいかなと思います。一方で15坪とか20坪とかだとちょっと狭いので、なかなか出口が限られるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、そういったところを見ていくって形になります。であともう一つ見ていかなきゃいけないのは、収益物件なのでそれは投資として成立するかということを確認しなきゃいけないです。ですのでいくらで貸せるかですよね。僕は別にこの情報を見ただけで、あ、この地域でこの物件だといくらで貸せるなっていうのは大体でもすぐ分かるんですけども、なかなかね多分ね初めての方なんか慣れないと思いますので、分からないうちは、近くの賃貸屋さんにこの物件情報を持ち込んでみて、この物件でいくらぐらいで貸せるんですかっていうふうに聞いてみたりであるとか、あとはね、まあ、それこそアットホームとかスーモとかを賃貸の場面で使いまして、この物件だったらいくらぐらいで貸せそうかなっていうのを検索してみるっていうのが一つの手かなと思います。それで、まあ、自分が求める利回り何パーセント出るなっていうのを計算してみて、合いそうだなと思ったらありなのかなと思います。あとはこの大抵の場合空き家で出てますので、中の状態がすごく悪いことが多いです。リフォームしなければ貸せないってことが多いので、リフォームにいくらかかるのかっていうのを算定する必要があるのかなと思います。で大体写真見たら僕は大体わかるんですけども、まあ、それをだんだん感覚としてどんどん身につけていくべきなのかなというふうに思います。であとはこの物件がいいかどうかって見るべきポイントとしましては、この詳細のところで下の方に下がります。下の方にスクロールすると、まあ、さらにより詳細な情報が載ってます。見るべきポイントとしましては、地域によるんですけども、駅から遠い物件の場合は駐車場が必須になります。で駐車場がなしっていうありかなしかっていうのも結構見なきゃいけないポイントかなというふうに思います。で駐車場がありかなしかってことなんですけども、結構ね駐車場止めれてもなしにする場合があります。でなんで聞くと、いや軽自動車しか止められないと思ったんでなしにしてるんですわってケースもありますので、まあ今 Google マップとかでも見れますので、物件 見る前にちょっと住所だけ教えてくださいってことで住所の情報を聞き出して、まあその駐車場パッとあるかないかっていうのを見てみるって一つの手かなと思います。あとはブロックベータが壊したら駐車場作れるケースがありますので、ないけど作れるっていうのは実際ありだと同じことなので、まあ、そういうのは全然見たら方がいいのかなっていうふうに思います。であと他見るべきこととしては、土地の権利ですね、所有権っていうふうに今回は書かれてるんですけども、借地権っていうものがあります。借地権っていうのはどういうことかと言いますと、安い物件で結構借地権が多いです。滋賀は少ないんですけど、大阪とか東京はめちゃくちゃ借地権が多いです。地主さんがいて、地主さんに借地料というか土地代を払って
建物はその人のものなんですけど、借地料を払うという物件になります。まあ、これに関しては、まあ、僕は悪いとは思ってないんですけども、安くなりますので所有権か借地権かっていうのは確認した方がいいかなと思います。で、借地権についてはちょっとね難しいんで、また別途どっかで話していきたいかなというふうに思います。あとは都市計画ですね。都市計画は市街化区域と市街化調整区域っていうものがあります。市街化区域っていうのは、まあ、これからもっと発展させようという、まあ、都市として維持していこうという地域で、調整区域というのは、まあ、抑制していこう、今度被害を減らしていこうという地域というふうになります。で、調整区域だとなかなか融資が通りにくかったりとか、まあ、そういったデメリットがありますので、価格が低く取引される傾向があります。僕も調整区域の物件1個だけ持ってます。まあ、金額次第で悪くないと思うんですけども、まあ、初心者の方でも、まあ、買うなとは思わないんですが、金額ですよね。安かったら買ってもいいんですが、融資が基本的に降りない可能性が高いですので、警戒した方がいいんじゃないかなと思います。ただね、私融資降りてますので、ね、融資がダメだとは限らないです。あと鉄道状況ですね。鉄道、まあ、道路にどういった道路に状況してるかっていうのは結構情報が重要です。再建築不可っていうのは聞いたことあるかと思うんですけども、幅2メーター以上の道路に4メーター接していないと再建築ができないって決まりがありますので、再建築できるかっていうところが見た方がいいのと、あと公道か市道かですよね。公道っていうのは市とか県とか国の道路なんですけども、私道、個人が持ってる道路よりも公道の方が高く評価されますので、公道か市道かって一つのチェックポイントかなというふうに思います。あと検定率、容積率ですね。滋賀の方とかではあんまり気にしなくてもいいと思うんですけども、土地が高いエリアですね、土地が高いエリアであるときはどれだけパツパツまで建てれるかって一つの価値になりますので、まあ、ここはすごく重要になるのかなというふうに思います。滋賀とか田舎のエリアではそんなに気にしなくてもいいんですけど、立地がいい立地ですね、坪50、100万以上のとか50万、100万するような立地だったらすごく見た方がいいんじゃないかなと思いますが、坪10万、20万とかそういうね安いエリアだったらそんなに気にしなくていいんじゃないかなというふうに思います。あとは地目ですね。地目は、まあ、宅地じゃない時もあります、田畑の時とかもありますので、まあ、ここはねそんなにもう家建ってるんでそんなに気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。中古の時はあとは地勢ですね。平坦がどうかっていうのがあると思う。まあ、これはね別にね営業マンの主観で入れてますので、実際現地見に行った方が早いのかなと思います。でその下に取引対応っていうね、ここ結構意外に見落としてるポイントがあります。この取引対応っていうのはどういうことかと言いますと、まあ、不動産では専任とか一般とかいろいろ聞いたことあると思います。どういうことかと言いますと、大家さんから直接依頼を受けてるときにいろんな会社さんに依頼してるのが一般で、この会社だけに依頼するって専任っていうことになります。で、まあ、専属専任っていうのはもう完全にその会社でしか売買ができないよってことなので、グリップ力がかなり高いかなっていうふうに思います。でよく言われてるのは、一般の人が思うのは、じゃあ専任と一般だったら一般よりも専任の方がいいんじゃないかっていうこともあります。で確かに専任の方がグリップ力が高いケースがあるんですが、一般媒体でも大家さんと直でつながってますので全然交渉ができますので、一般でも専任でもいいので、大家さんから直で扱ってるところであればそこまで気にしなくてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。でさらに付け加えて言いたいのが、仲介って書いてあることがあるんですよ。仲介ってどういうことかと言いますと、アットホームとかって実は元々の物件のオーナーさんからその不動産会社が直で預かっていなくても、レインズっていう不動産屋さんが載せるサイトがあります。そこから大家さんの顔も名前も一切知らないけども、他の不動産屋さんが扱ってる物件をスーモとかアットホームとかに載せてたりすることができます。そういった業者ですと大家さんの顔も知らないのであんまり交渉ができないケースが多いので、そういう物件はあんまり良くないのかなと思いますので、基本的にはハズレな傾向が多いんじゃないかなっていう風な傾向はあります。必ずしもダメではなくて、私もねそういった仲介の物件でも買ったことはあるんですけども、あんまり良くないのかなっていう風には思います。ここら辺が見るべきポイントかなっていう風に思います。皆さんもねこれから不動産買われる際というのはぜひこういったポイントを見ていただければなというふうに思いますのと、やっぱりね大事なのは、いい物件ほどすぐポータルサイトからパッというふうに消えてしまいます。もう1日で消える、場合によっては1時間2時間で落とされてしまうということはありますし、いい物件見つけたらすぐ電話することですよね。電話してすぐアポイントを取ってすぐ買わないといけないかなというふうに思います。たまにねネットにはクソ物件しかないって言ってる人いるんですけど、それは努力が足りないからかなっていうふうに思ってますので、まあ、毎日にネットを見るってことがすごく大事かな。ネットサーフィンって大事なんですよね。僕も毎日に暇あればずっとネット見てますので、速度ですね、すぐ問い合わせてすぐ買い付け入れるってことかなと思います。最近アットホームで、まあ、すごく安い、ね、戸建てが出てたんですよ。
あの平成地区で500万の戸建てって割といい物件が出てたんで、もう問い合わせが殺到したんですよね。もう30件ぐらい問い合わせがあったというふうに不動産屋さん言ってました。その時僕買ったんですけども、やっぱ早く問い合わせすることができて、もう値引き控除もせずにもう満額でもう買えますっていうことで現金で重なっていったので、まあ、そういうふうな感じで重なっていくっていうのが大事かなっていうふうに思います。ぜひ、まあ、参考になったらチャンネル登録お願いします。